2月13日、平成19年第1回阿蘇市議会臨時会が開かれ、新議長、新副議長が決定しました。阿蘇市議会が新体制になって初めての会議となり、佐藤市長の挨拶の後、宇野議員が仮議長として議会は進められました。議長、副議長選任は選挙投票で決められ、大倉議員、湯浅議員の立ち会いのもと開票され、議長は高藤拓夫氏に選任されました。議長の一言ご挨拶を申し上げさせていただきたいと思います。ただいま各議員大多数のご推薦をいただきまして、議長という大変名誉な、そして重要な役職を賜りましたことを、まずもって心からお礼と感謝を申し上げる次第であります。新副議長は田中議員、古澤議員の立ち会いのもと開票され、田中憲嗣氏に選任されました。一言ご挨拶を申し上げます。この度副議長に選任をいただき、光栄に存じますとともに、同時に皆の引き締まる思いでございます。選任後、高藤議長により議会は進行され、第1回の議会は閉会しました。